誘惑の炎バンデンバーグ、83年のアルバムなんですけれども、もっと売れてよかったのではないでしょうか。オランダからのヘビーロック伝説、ネーザーランドの神話に続く世界を席巻するニューヒーローバンデンバーグ、アメリカ、イギリス以外の国からのハードロック、たまにヒットしますけれども、オランダ、たまにメジャーなバンドが出ますね。古くはショッキングブルーとか、このですね、フライデーナイト、かなりいい曲だったんですけども、あまりヒットしなかったですね。まあフライデーナイトっていう曲は腐るほどあるんですけども、私の場合はバンデンバーグですね。このジャケットダサくないですか。サメがハイウェイを走ってます。ジューダス・プリストの、ホットロッキンですかね、なんかあんな感じのダサさがかっこいいです。80年代も中期に入ってくると、ハードロック、ヘビーメタルのバンドもだんだんメロディアスになってきて、 ACDC のようなザクザクとリフを刻むようなバンドは隅に追いやられていきます。で、改めてこのミュージックライフの ライナーを見てると思い出すのが、ヘビーメタルとかハードロックっていうのが、ヘビーメタという4文字に、バカにするような言い方も出てきまして、で子供の聴く音楽だとバカにする人も結構いましたけれども、いまだにそれ系の音楽はイベントでの集客も絶大ですからね。音楽性もしっかり評価されてもいいんじゃないかと思います。まあ、歴史的に見た場合、バンデンバーグは80年代の、注目されたことはなかったんだろう、なかったんかな。けれどもいいバンドというかいい曲ありましたけれども、まあビッグヒットがなかったっていう認識なんでしょうか。
バンドロゴのデザインもちょっといまいちですね。まあ、そうは言いましても、はるか遠く、日本でも、フライデーナイト、知ってる人は知ってるんじゃないでしょうか。This is War。A 面1曲目、B 面1曲目。かなりラジオでは聞いたんですけどね。80年代中期はまだまだラジオも影響力を持っていましたからね。レコード会社の担当がバンバン営業に行っていた頃です。アメリカでのレコード会社の契約はアトコ、 ACDC もアトコと契約していましたが、アトコとの契約時代はなんかいまいちだったイメージですね。ACDC もやはりレジェンドとしてポジションを獲得し、語られリスペクトを集め出したのはやっぱソニーに移籍してからだったような気がします。エピックですよね。エピックソニーというレコード会社が日本にも以前ありましたけれども、今もうないんだと思います。若きオランダからのメッセージ、バンデンバーグのフライデーナイト、結構良かったです。おそらく YouTube の右側おすすめに出てくるでしょうから聞いてみてください。バンデンバーグフライデーナイト、よろしく。